皆様こんにちは、ナイルメカニックチャンネルです。本日はエアコン内部をリフレッシュし、ガスを規定量入れ、ワコーズのパワーエアコンを注入したら吹き出し口温度がどのくらい変わるとかを検証していきたいと思います。最後に検証結果と私の感想を述べたいと思っております。それではどうぞ。まずは内部の台車のゴルフ6の施工前の吹き出し口の温度を測っていきたいと思います。今回温度を測るのに、吹き出し口の温度と冷えるまでの時間は同じで計測してあります。本当はエバポレーターの温度と外気温を同じ状態にしないと正確には測れないので、あくまで参考程度に考えていただければと思います。施工前のゴルフ6は 12.0 度まで下がりました。それでは専用の機械でガスを抜き、リフレッシュ後にガスを規定量入れていきます。ガスのリフレッシュ作業は30分程度かかるので、ショートカットしていきます。ガスが規定量入りましたので、パワーエアコンを注入していきます。パワーエアコンの注入自体は難しくないのですが、なるべく効率よく入れるためにエア抜きなどをしております。パワーエアコンの注入が終わりましたので、しばらく置いて温度を上げてから吹き出し口の温度を測っていきます。初めに測った時間と同じ場合で 10.9 度まで下がりました。最終的には 9.8 度まで下がり、施工前の状態でどれだけ置いても10度は切らなかったので、このゴルフ6に関しては効果があったと思います。次はゴルフ 7R に同じように施工していきたいと思います。ゴルフ R ですが、センターではなくサイドの吹き出し口で計測してしまったので、若干温度は高めになります。施工前の温度は 12.9 度でした。それでは同じようにエアコンリフレッシュとパワーエアコンを注入していきます。エアコンリフレッシュ作業は施工済みですが、動画には入っておりません。パワーエアコンの注入が終わったので、時間を空けて温度を測っていきます。
10.9 度なので少し下がりましたね。結果はどちらも下がりましたが、先ほどお話ししたようにエバポレーターの温度や外気温も違っているので一概に効果が出ているとは言えないと思っております。車種によっては全く変わらない車両もありました。それでもガスの補充の効果やコンプレッサーの可動部分の潤滑の役目を果たしているので、コンプレッサーの壊れやすいフォルクスワーゲンには入れても損はないかと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。